はい、人物金をテキサスへのルークです。今日は、テキサスで、僕の一番好きな園に来てますね。はい、どうも。ご商売いかがですか、このコロナ禍の中で。まあ、ぼちぼちと、ね。はい、今からおいしいお寿司いただきますけども、本当に3ヶ月半ぶりなんですけど、この近くもですね、フリスコも新しいビルがどんどん立ち上がってて、こういう中でもやっぱテキサスは伸びてるなと気がします。今日の話題は、時間あるのかな、昨日は、ナッツが大変な話をしましたけど、今度逆に缶がですね、需要がどんどん増えて、もう足りないくらい売れているという話題です。以上です。